今年も開催します。不動産投資を学べる国内最大級のオンラインイベント、 CF ネッツ不動産ウィーク第26回を迎える今回は、さらにパワーアップしてお届け。不動産投資初心者でこれから勉強したい方も、もっと知見を広めたいベテラン投資家まで楽しめる、不動産のことを丸ごと学べる1週間となっております。今回は毎回投資家の方に大好評いただいているこのイベント限定の特別セミナーの見どころについて教えてもらいます。20日のラインナップはこちらになります。 CF ネッツ不動産ウィーク3日目、最初の動画はこちら。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。CF ビルマネジメントの岡山です。はい、CF ビルマネジメントオンサイトマネジメント事業部の橋本です。はい、PM 事業部の松本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、今日は CF ネッツウィークの、はいはい、まあ、口動画じゃないですけども、はい、秋の、そうですね、告知動画、はい、もう完全に告知動画ですね。告知動画に関してはそうだね。今回の内容としては、まあ、PM 事業部、まあ、OM 事業部の、うん、まあ、コラボレーションということで、うん、まあ、いつどんなコストは、そしてその効果はということで、うん、PM 会社の賃貸経営から見た建物修繕ノウハウを話しますということで、うん、お話をさせていただきたいなというふうに思いまして、番宣に行ったと思います。はい、で、まあ、今回は普段 PM 事業部単体でセミナーをすることっていうのは結構多かったりするんですけども、うん、まあ、OM 事業部、まあ、今回メンテナンスだったりとか、どちらかというと入居様対応をメインにやっていただいている橋本さんにお越しいただいて、うん、はい、セミナーをする形になるので、はい、結構レアなんですよ。はい、そういったフェアの時しかちょっと現れないので、ちょっと恐縮なんですけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、でも現場でもう毎日毎日、まあ、いろんな大変な対応をしつつ、うん、やっておりますので、まあ、その今回のウィークでは、そういった裏話だったりとか、実際の現場実務で役立つような内容が話せるんじゃないかなというふうに思っています。そして、今回のセミナーの内容についてなんですけども、はい、まあ、こういった感じでございまして、はい、まあどうですかね、橋本さん、まあ、ちょっとね、結構ね、はい、盛りだくさんの内容になってるんですけども、はい、まあ、ちょっと私よくメンテナンスの時やっぱこういった修繕の話させていただく時に、はい、まあ、当然ちょっと物件の価値っていうのもあるんですけれども、やっぱりリスク的なもの、特に私なんかよく漏水対応とか、よくやってるので、まあ、そういった漏水があった場合とかってですね、やっぱりこう住まれてるお客様が迷惑かかったりとかして、結局それでまた部屋出られたりとかすると、まあ、賃貸経営に悪影響とかっていうのもありますし、やっぱり維持管理面でもやっぱり継続してこうメンテナンスをやってるかどうかっていうのと、はい、やらずにやってるっていうことになってきますと、やっぱりそのメンテナンスの方の費用であったりとか価値の維持関係とかっていうのも全然違ってきますので、うん、まあその辺のところがですね、はい、ちょっと今回お話できたらなと思ってるのと、まあ当然ちょっと私のね、そういったメンテナンス以外の部分で数字的な部分とかっていうのは当然ね、賃貸経営部分もあるので、この辺はこうね、松本さんが強いと思います。この中で言ったらもう一番松本さんが得意なんじゃないですか。まあ私の方は、はい、まあ、投資分析だったりとか、うん、実際に実例をもとにちょっとお話しさせていただければなと思うんですけど、うん、まあ、先ほどあった漏水が起きた時に、例えばユニットバス交換しなきゃいけないとか、うん、そういうことが起きた時にシャワーブース、バストイレ別にするのかだったりとか、また3点インプットにした方がいいのかとか、まあ、どっちが賃料上がるのか、そういったところを分析して、まあ、実際に実例をもとにご紹介できればなと思ってます。そうですね、もう基本的にもうこの賃貸経営の中ではメンテナンスっていうのは欠かせない部分なんですね。うん、まず最初に物件買っていただいて、うん、そのままただ客付けすればいいってもんじゃなくてですね、もちろんその、入居いただいてるっていうところに関してはもう大家さんの責任でちゃんとその入居者さん守ってあげないといけない。それはもう大家さんの責任で建物をある意味維持することで、それが対応できる、まあ、そういったリスクの、ヘッジにつながっているというところはあるんですけども、じゃあ逆に投資として不動産投資で皆さんやられてますから、じゃあそこの部分でできる限り、家賃が上がるような内容、もちろんそのメンテナンスもしたいだろうし、逆に客付けが早くできるようなメンテナンスをしたいということはありますので、まあ、ある意味オンサイト的な、まあ、現場管理の目線もそうですし、その次にまた大事なのが数字の目線、これをまあ我々 PM 事業部と OM 事業部は、タッグ
を組んで基本的にも皆様に提供させていただいてますので、そこの部分の実例に関して、まあ、今回はお話ししていきたいなというふうに思っております、まあ、結果としてどうなったのか、これは気になるところだと思うんですよね。実際にそれなりにリスクがもう出てきちゃいました。築15年ぐらいになってきてもうエアコンも壊れ始め、そうな感じのところで大規模修繕するかしないか、これでじゃあ利回りどのぐらい変わるのか、じゃあどのぐらい物件価格に影響が出るのかっていうものが親密に関連する形になりますので、そういったものが今回のセミナーでは分かるような形になりますので、ぜひご視聴いただければなと思います。そして今回このあれですね、こちら、CF ネッツの不動産ウィークってもので検索いただくと、こういった特設ページみたいな、こんなに盛りだくさんセミナーがあります。で実は私は 1,2,3 出てるね、はい、4セミナーちょっと一緒に担当させていただく形になるんですけども、まあ、その中で本セミナーに関してはこちらの11月の20日水曜日に、なっております、はい、でそこの中で、こういった告知文だったりも書かれておりますので、まあ、ぜひ、ご確認をいただければなと思います。そしてこれを検索するのがもうめんどくさいよという方はですね、こちらの備考欄の方にですね、これの特設ページに行くフォームがありますので、それでご確認いただければ、簡単にですね、申し込みだったりとかこちらの方のサイトに届きますので、ぜひご確認をいただければなと思います。はい、それでは、はい、このセミナー、とてもいい仕上がりになるというふうに思っておりますので、はい、ご視聴いただければなというふうに思います、はい、それでは引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いての特別セミナーはこちら。はい、皆さんこんにちは。 CF ネッツ事業推進ユニット企画グループの、新井と申します。今日はですね、漏水事故、孤独死、自然災害、もしもは突然やってくる不動産投資を守る保険の基本と選び方ということで、私の方で CF ネッツ不動産ウィークのですねセミナーをやらせていただくということで、急遽カメラの方を回してもらっています。このセミナーなんですけれども、私がですね CF ネッツに入社して、まあ、約15年経つんですけれども、不動産投資はですね購入する時っていうのは儲かるぞと思って始める方多いと思うんですけれども、購入して順調に家賃収入で、まあ、資金を貯めていってどんどん資産膨らまそうというふうに拡大されている方多いと思うんですけれども、大切なのはですねリスクをコントロールするといいますか、保険やあと PM のやっている業務などでですねいろんなリスクあるんですけれども、リスクをいかにコントロールをしてできるだけ損害を少なくするっていうのがすごく大切になっていきます。ということでですね CF ネッツに入社してもう15年立っていろいろなトラブルも経験してきましたし、まあ、そんな私がですねセミナーの方をして皆さんに、保険について、お伝えしたいなというふうに思っていますので、ぜひ見ていただければなというふうに思います。で、今回のセミナーの内容なんですけれども、まず一つ目が、火災や自然災害から物件を守るための基本的な保険ということで、物件を購入するときですねかけていただくのが、まあ、住まいの保険になるんですけれども、この住まいの保険実は不動産投資に関係する保険というこの住まいの保険だけではなくって、他にもいろいろ保険が絡んでくるんですね。まず住まいの保険がどのようなものをかけるのか、それから入居者さんがかける保険がどのようなものがあるのか、マンションを買われる方についてはオーナーさんが所有する占有部分だけではなくって、管理会社さん共用部の管理をする、管理会社さんがかけられている保険っていうのもあります。なのでオーナー様も必ず保険をかけた方がいいですし、他のところでかける保険がどのような仕組みになっているかなんていうこともですね、まあ、基本的な部分知っておいていただきたいところをお話ししたいと思います。それからですね皆さん最近すごく災害が多いじゃないですか。地震もありますし自然災害ですね、台風もありますし、
局地的な雨で洪水なども被害が増えていまして、10月からですね、まあ、それに伴って火災保険というか損害保険ですね、値上げになっていますっていうところで、このような世界中で災害が増えている中でのこの値上げっていうところをもう一度データでご説明していきたいなというふうに思っています。それから、漏水事故、旧耐震のマンションだったりとか築年数が経過したマンションを買われる場合に、漏水事故って結構弊社が管理している中でも一番件数が多いのが漏水事故になるんですけれども、漏水事故でですね、皆さんに、入っていただく必要がある保険についてもお話をさせていただきたいなというふうに思います。あとですね、孤独死にあった時ということで、実は私が所有している不動産で入居者が亡くなったことがあります。なのでそういった経験談も踏まえて、非常に私きつかったので、皆さんには経験してほしくないですけれど、もしあった場合に、まあ、このようなことが、まあ、ありましたよっていうような話も少しできればなというふうに思います。ただまあ、トラブル経験することをすごく怖がる方も多いんですけれども、やっぱそれを乗り越えるとですね、またオーナーとしてもまあ、成長したねみたいな感じで言われる場合もありますので、トラブル込みで、まあ、リターンを得るためにはやっぱりリスクを知って、まあ、それをコントロールするっていうことが、まあ、どうしても必要になりますので、不動産に付随する、まあ、リスクをどのように捉えるかっていうことをこの動画を通じてですね、知っていただけたらなというふうに思います。それではぜひ CF ネッツ不動産ウィークでですね、セミナーの方をご視聴いただければなと思います。よろしくお願いいたします。 CF ネッツ不動産ウィーク3日目、最後の動画は、近年不動産市況は好景気を迎えていると言われています。その理由は家賃上昇にあります。そのため今マンション投資がかなり注目されてきておりますが、気をつけなければいけないのは大規模修繕建て替え問題。間違った認識をしてしまうと大きな損害を生む可能性も。今回はマンション管理士でもあり、高経年マンションの再生問題にも精通している不動産総合戦略協会理事長の大木さんに、投資家の視点から分かりやすく解説していただきます。築年数の経過したマンションの購入を考えている方は必見となっておりますので、ぜひご視聴ください。月曜日から金曜日まで様々なラインナップで特別セミナーを公開します。とてもためになるセミナーばかりですので、ぜひご視聴ください。さらにこの特別セミナー以外にも、プレゼンした物件を購入できる新着物件説明会や、先輩投資家の貴重なお話が聞けるオーナーディスカッションなど、不動産投資をしようと思ったか、この不動産ウィークでしか見られない投資初心者もベテラン投資家も楽しめるイベントが盛りだくさん。首都圏の不動産買えないじゃんって話なんですよ。イベントの最後には新着物件説明会でご紹介した物件の抽選会を行います。誰でも簡単に応募でき、抽選次第でそのまま投資家デビューもできちゃいます。詳しくは CF ネッツ不動産ウィークで検索。不動産投資を始めたいけれど本を読んだだけでは何から始めればいいかわからない方、相続対策、資産運用、賃貸トラブルでお困りの方、不動産に関することでしたら何でもご相談をお受けしております。対面、オンライン、お電話にてお客様それぞれに合わせたご提案をさせていただきます。 CF ネッツの個別相談、この機会にぜひご相談ください。 CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。